百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか？もう今日はシンプルで簡単なんだけど、めちゃめちゃ効く面を打つ前の攻め方やります。多分みんなが想像してるのと逆だと思う。僕はこの攻め方を習ってから剣道変わりましたよ。例えば試合なんかで、これまでは勝つといえばよ、勝つといえば固定ぐらいが多かったんだけど、今は圧倒的にやっぱり面が多いです。だって当たるんだもん。商談審査でもそうよ。これまではなんとなく打って、みんな相手にこうやって受けられてたんだけど、この攻め方習ってからは、打つ前に相手を崩せるようになったのね。そしたら、僕はまあ高校3年生の時に三段を起こして嫌になって剣道やめたんだけど、そこから13年間剣道やってなくて、再開してからはこの攻め方を習ってからは三段四段五段六段もうみんな一発です。じゃあ、メインを打つための一番いい攻め方をね、教えたいんだけど、みんなこう思ってると思うのよ。メインを攻めたかったら、よくあるのが、剣線を上の方を攻めて、面に近い方を攻めるの。これは実はね、真逆なんだよね。上の方を攻めれば攻めるほど、相手は上の方を警戒して、みんな避けちゃうの。答えは攻める場所は、上じゃなくて、下なんですよ。下、下、相手の竹刀より下、あんま下げすぎたらダメよ。相手の竹刀より下、相手の右拳ぐらいを攻めるんです。これが答え。じゃあなんでこうなるかっていうと、相手の気持ちになって考えてみるとわかるんです。こっちが面を打ちたいから、面打つぞ、面打つぞってやればやるほど、相手は面打たれるの嫌だから、こうやって面をかわします。じゃあこっち打っていこうとしては、相手にどういう動きをしてほしいか。これじゃ嫌でしょ？例えば、こうしたらどう？面ガラ空きでしょ？こうしたらどう？相手がこうしたら、絶対面打てるでしょ？こういう動きをさせることを、相手の手元を下げるっていう。相手の手元を下げさせたら、そこを面が当たる。ここまで大丈夫？じゃあ次は相手がこうじゃなくて、こうやって手元を下げるような動きをしてもらう方法を考えないといけないわけ。それが下を攻めるってことなんですよ。下を攻めるっていう意味は、簡単に言うと、相手にこの竹刀の先から小手を打つぞ、小手を打つぞっていうビームを送ってるわけ。小手を打つぞって言われたら、相手は必ず自分の小手がやばいってなって、小手を守るようなこういう動きになるんです。これがすなわち手元を下げたってこと。相手の手元を下げた。そしたらそこに面が開くわけです。そりゃそうでしょ。今までだって面を打つぞ面を打つぞって面ばっか攻めて、相手にみんな面をかわされて、それでも無理やり打って当たらなかったわけでしょ。今回は小手を打つぞ小手を打つぞって言っといて、相手に小手を守らせといて、自分は面を打つ。一つだけ注意点があって、この下を攻める小手に思わせて相手の手元を下げるっていうのは、小手に見せたフェイントからの面みたいなのとは全然違うからね。これはただの引っ掛け。小手に見せたフェイントからの面、これはやってても剣道はけて上手になるんだよ。この下を攻めるっていうのは、たったこれだけのこと、たったこれだけのこと、これだけのことで相手を動かすってことなんですよ。これは本当に剣道の本質。ほんとみんなが思ってることと逆なんですよ。すごくシンプルで簡単なことなんだけど、誰もが面を打ちたかったら、もう目もみんな面を見て、竹刀も面の方に行って面を打とうとするんです。だけどそれだと相手も面来るっていうのがバレバレで、こうやって避けられちゃうんですよね。だから面を打ちたい時こそ勇気を出して我慢して、面の逆、下、小手を攻めるんです。そうすると相手は自分の小手を守るような動きをして面が開くと。これが面を打つ時の相手の崩し方なんです。じゃあ実際のやり方説明しますね。相手の面を打ちたい、面を打ちたい、面を打ちたい時に、面を打つぞーってなって、上のばっかり攻めてると、面の方ばっかり攻めてると、相手は絶対そのことに気がついて面を避けられます。面を打ちたいんだけど、みんなの思ってることと逆、面を打ちたい時こそ勇気を出して下を攻めるんです。下、下とはすなわち相手のつばの下、相手の右拳あたりを攻めると、相手の動きっていうのは2つに分かれます。動くか動かないかです。動けば手元が下がります。そうすると面が動かなければそのまま下を攻めてるんで、このまま小手を打つ。この2パターンです。いかがでした？今日は面を打つ際の攻め方やりました。みんなよく表から攻めたり裏から攻めたりってやってると思うんだけど、下に攻めるってあんまりやってないよね。もしよかったら勇気を出して、一回怖いけど下に攻めてみてください。すごいことになるから。講談社の先生はみんなこれやってます。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。